イオンモール高岡は、富山県高岡市下伏す前にある、イオンモール株式会社が運営する、北陸最大級のモール型ショッピングセンターである。通称は、高岡イオン。高岡駅から南に、約1.5キロメートル、高岡市下伏す前に2002年9月13日に、先行オープン、9月19日にグランドオープンした。開店当初の名称は、イオン高岡ショッピングセンターであった。 当時の店舗面積は64,534平方メートル。富山県内では、フューチャーシティファボーレの店舗面積37,350平方メートルを上回り、県内最大の商業施設である。当時1.5キロメートル離れたところに存在した、同じイオングループで、同じように、シネコン併設であった、高岡サティとの顧客の奪い合いが発生し、2009年には、 高岡サティが撤退している。近隣のングループの店舗としては、国道8号沿いの高岡市江尻にイオン高岡店が立地する。2009年1月までは、高岡市駅南に高岡サティも出店していた。 出店計画が表面化したのは1998年10月で商店街連盟による反対運動も展開されたが新高岡駅予定地近くに出店すれば市の開発費の支出が抑えられると高岡市側が判断し出店を決めた経緯がある。1999年3月31日には中部通産局に大規模小売店舗法に基づく参上申請を行い 高岡市と高岡商工会議所に正式に計画を伝えている。2007年9月22日に現行の名称に変更された。建物は地上2階建て、全長約200メートルのエンクローズドモールを持ち、駐車場は3600台が収容可能。また災害時の避難施設として高岡市から指定を受けている。なお、 現店舗西側での増床計画が存在していた。新高岡駅側に約6万4000平方メートルを増床し、総賃貸面積7万9000平方メートル、専門店数200店舗として2019年9月14日にリニューアルオープンし、北陸最大級の大型ショッピングセンターとなった。これにより証券は、増床前のメートル圏からメートル圏に、 拡大し、富山市、石川県の七尾市及び、河北市の一部も証券に加えられることになった。2019年11月15日には、全館リニューアルオープンを実施及び、西川敷地に増殖棟を新設した。同年9月14日のリニューアルオープン時点では、開店していなかった一部の専門店が開店した。また、各店舗のイオン高港,港南店は、 イオンスタイルコを高難としてリニューアルした。各店舗の4スタイル、高岡南のほか約200の専門店テナントが出店している。各店舗の4スタイル、高岡南と隣接する東館1階の高岡マルシェには、顧客の要望に応える話題の和菓子、スイーツなど、新たに4店舗を導入した。東館1階のレストラン街は10店舗が入居している。西館1階の フードフォレストでは約1000席が設置されており12店舗が入居している。北側には大型ビジョンを配置したイベントステージ、ひときとステージがある。東館2階のグルメキッチンは約500席が配置されており7店舗が入居している。イオンスタイル側にはファミリーで食事を楽しめるモザイク広場が隣接している。出店しているテナント全店の一覧。 詳細情報は公式サイト、ショップリストを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。イオン直営売り場の1階は、食品、家電、インテリア、医薬品などを、2階は、医療品、雑貨、玩具、TV ゲームなどを扱っている。ありがとうございます。